皆さん、こんにちは。おこチャンネルです。えー、今日はパート2日五問の第48弾となります。ポイントの1、最初の3語に集中。ポイントの2、A、B を聞いた時点で一つに絞っておきましょう。ポイントの3ですが、チャンクの幅を広げていくと書きました。チャンクっていうのは日本語で言うと塊です。例えば、前回の問題で、Are you going on vacation this month or next month? なんですけど、このスラッシュで区切ってるのは一応チャンクです。Are you going on vacation this month or next month? このチャンクは今、 1,2,3,4と4つあります。これを例えば、慣れてくると、Are you going on vacation? で1個です。そして this month or next month。さらに慣れてくると、こう消えます、ここも。this month or next month。っていうふうに、チャンクの幅をどんどん広げていく。つまり、チャンクの数を減らしていくってことなんですね。そうすることによって、耳が勝手に慣れてきます。で、どうすればいいかっていうと、Are you going? で切っていたものを、Are you going on vacation? っていうふうに1つにしちゃうと。そうすることによって、聞くときも、その 長いのは一つのチャンクとして、まとまりとして入っていきます。なので、自分でこれからスピーキングするときに、できるだけチャンクを作っていったら、そのチャンクを長くしていくというふうにしてみてください。これは僕が昔、留学したときに、どうしても喋れらなかった時期があって、チャンクでやっていこうということで、チャンクにしたんですね。少しずつですが、通じるようになって、そこからチャンクを広げていったんですね。で今、これまさに僕が他の言語で、フランス語とかスペイン語でもやってます。 なので、皆さんもぜひ、英語をマスターされた方とかは、他の言語でもやってみてください。結構これは使えるテクです。チャンクを広げていくということですね。それでは、前回の16番で音量を確認しましょう。で、僕は一旦声消えますね。消さないと、音声が途中でプツッと消えちゃうことがあるんで、消えます。では、それでは、前回の16番を流すので、音量を調整してください。Number 16。Are you going on vacation this month or next month? A.: We're still deciding. B. A different location. C. I'm looking forward to it. Number 17.: How do I get a new identification card? A. There's an online form to fill out. B: To carry in your wallet. C. By February 21st. Number 17. How do I get a new identification card? A. There's an online form to fill out. B. To carry in your wallet. C. By February 21st. How do I get a new identification card? これは ID カードでもいいです。こっちでも普通に ID カードって言ってます。一応公式ではね、Identification Card って言いますね。どうやって新しい ID カードをもらえますかということですね。シンプルですね。そして ABC こう言ってました。A が There's an online form to fill out.B が To carry in your wallet.C が By February 21st。ということで答えがシンプルに A でしたね。入力するためのオンラインフォームがありますよということですね。Fill out っていうのは入力するって意味です。ちなみに Fill out イコール Fill in です。 不思議なんですけど、これはイコールフィルインになりますよと。なぜかというと、フィルアウトのアウトっていうのは、何かを完成するときとか、何かを仕上げるときに使います。アウトっていうのはね。例えば、うーんとバーンアウトっていうのは、燃え尽き症候群になってしまうときにバーンアウトって言います。もうやりきったっていうのがアウトです。なんで、完了のアウトになります。それに対して、このインっていうのは、普通に書き込むところですね。中に書き入れる、書き込む。なんで、フィルイン。どちらもおなじみです。 さっっき言ったように、入力用のオンラインフォームがありますよということですね。B の「to carry in your wallet」というのは、この「wallet」お財布ですね。お財布と、一応この ID カードというのは若干内容フィークに入っているのかなという感じがしましたが、まあ、そんなに難しくないでしょうで。C は特に問題ないでしょう。2月21日までですというのは、締め切りとか予定聞いてないんで、C はアウトですね。答えが A でした。では、18番行きましょう。Number 18 Shall I send out the agenda for the meeting?A Not in general, B. Uh, I have to make a revision first. C. Conference room C is large enough. Number eighteen. Shall I send out the agenda for the meeting? A. Not in general. B. Uh, I have to make a revision first. C. Conference room C is large enough. ということで、こう言ってましたね。Shall I send out the agenda for the meeting? これはまず、アジェンダっていうのは議題の一覧です。ミーティングのための議題一覧を送りましょうかということですね。結構このアウトが聞きにくかったですね。Out, send out、Send out というふうにリンキングしてました。ただ、このイメージは Send なんで送りましょうかで構いません。Send out でさっき言ったようにこのアウトとしす。送るという動作を完成させるというイメージなんでこのアウトがついてます。イメージで覚えましょう。 A, B, C 答えました。A が Not in general.B が、uh, I have to make a revision first.C が Conference Room C is large enough. ということで答えが B でした。最初に make a revision 見直しをしなければいけませんということですねで。A で迷うかもしれませんが、これは一般的にはありませんって言うんですで。もし一般的ではありませんっていう場合は It's not general です。It's not general なんでこの場合は Not in general なので一般的には ありませんって意味なんで、若干紛らわしいですね。お気を付けください。C は内容フェイクです。このミーリングっていうのとこのカンファレンスルームっていうのが内容フェイクになってますので、気を付けてください。では19番いきましょう。Number 19. Who was selected to work on the advertising project? A. A great success. B. It's a popular brand. C. I haven't heard. では2回目いきましょう。Number 19 Who was selected to work on the advertising project?A. A great success.B. It's a popular brand.C. I haven't heard. ということで、こう言ってましたね。Who was selected to work on the advertising project? 宣伝プロジェクトに取り組むために誰が選ばれましたかということですね。 work on っていうのは取り組むっていう意味ですね。これ on があります。結構長いんですけど、チャンクで切っちゃえば、who was selected? 誰が選ばれましたかと、to work on 何とかに取り組むために。最後に、the advertising project 宣伝プロジェクトということですね。こんな感じでチャンクで切っていきましょう。で、ABC を超えてました。A が a great success B が it's a popular brand C が I haven't heard ということで答えが C でした。まだ聞いてませんということですね。A の a great success っていうのは

At the ticket kiosk. Number twenty. The ferry to the island runs every half hour, doesn't it? A. Yes, there's one coming now. B No thanks, that's too late. C. At the ticket kiosk. The ferry to the island runs every half hour, doesn't it? これは run っていうのは運行するって意味です。そして最後の doesn't it? は無視してください。深疑問文は無視です。まあ疑問文だなと分かればいいでしょう。で、内容はその島へのフェリーっていうのは30分おきに、もしくは30分ごとに運行してますよねということですね。ここの every は何とかごととか何とかおきっていう意味で、後ろに時間が来ますね。この場合だったら、なんで3 0分ごと、30分おきということですね。ABC が出てました。 A が Yes, there's one coming now.B が No thanks, that's too late.C が At the ticket kiosk. なので答えが A でした。そうですよ。こちらに今一席ね、向かってますよということですね。この There's one coming っていうのはこの coming っていうのがこの one を就職してます。 まあ、イメージとしては、この one と coming の間に、which is が入るといいでしょう。こんな感じで、there is one 一席ありますよ。どんなフェリーがあるかって言ったら、今向かっていると、coming now ということですね。こんな感じで、coming とか、もしくは EDK っていうのは、名詞の後ろにつくことによって、この名詞を就職します。ちなみに、この one っていうのは、もちろんフェリーのことですね。there is a ferry which is coming now ということです。we know no thanks.that's too late っていうのは、 遅すぎますって言ってますねあ。このフェリーに乗ることっていうのと、この遅すぎるっていうのが時間的に内容フェイクですね。時間軸として内容フェイクに入ってます。そして C のチケットキオスクで。まあ、キオスクっていうのは販売所ですあ。日本にもありますね。キオスクってね。まあ、売店ですけど、この場合はチケットの売店なんで販売所です。これもこのフェリーに乗るっていうことと、この販売所っていうのが内容フェイクです。なのでこの問題は内容フェイクが2つありましたね。できましたかではラストいきましょう。No.21 how should i pay the deposit on the rental car a do you have a credit card b it's less expensive than that c yes there's plenty of space number twenty one how should i pay the deposit on the rental car a do you have a credit card b it's less expensive than that c Yes, plenty of space. ということですが、この問題ちょっとディクテーションしましょう。問題文を2回流すので、ペンと紙がある人は書き取ってみてください。ない人は頭の中で何て言ったのかなって想像してみてみください。では、1回目いきます。Number 21。How should I pay the deposit on the rental car? では、二回目いきましょう。ナンバーツンティーワン。how should i pay the deposit on the rental car。こう言ってましたね。how should i pay the deposit on the rental car。レンタカーにかかるデポジット、まあ、保証金ですね。をどのように払えばいいですかということですね。このオンっていうのがポイントです。オンのイメージはなんとかの上に乗るって意味です。つまり、レンタカーの上にかかってくる。 保証金とかデポジットをどういうふうに払えばいいですかということですね。ちなみに、レンタカーは英語ではレンタルカーと言います。レンタルカーですね。テ a ビ c を言てました。A が、Do you have a credit card?B が、It's less expensive than that.C が、Yes, there's i plenty of space. ということで答えが A でした。この問題は疑問文に対して疑問文で答えるという難しい問題ですね。クレジットカードを持っていますかということで、クレジットカードで支払いますよという裏返しになります。ちょっと難しかったかもしれません。 B の Less Expensive っていうのは安いってことですね。つまりあれよりも安いですっていうことで内容フェイクです。ここの Pay the Deposit でお金に関して言ってます。なのでここで安いですよって言って内容フェイクに入っています。C の Plenty of Space。たくさんのスペース、十分なスペースがありますよということなんですけど、日本でもありますが、レンタルスペースっていうのがあります。こっちでも。なので、ここのスペースっていうのと、このレンタルっていうのが若干ですが内容フェイクに入っています。 では振り返りましょう。21番が疑問文に対して疑問文で答えるという問題でした。20番が内容フェイク2つあましたが、不可疑問文は無視してください。19番は取ってほしい問題の1つでした。まさにね、このチャンクで区切っていくというような訓練をしてみてください。18番ですが、このアウトっていうのは聞き取れなくてもできます。このセンドだけでもできるので、1つ聞き取れなくても止まらずに最後まで聞くというような意識を持ちましょう。 そして17番は取ってほしい問題一つです。フィルアウトイコールフィルイン。前置詞のイメージをお伝えしました。ということで今回はチャンクの幅を広げていくというお話をしました。結構これはリスニングだけじゃなくてスピーキングでも使えますので、もちろんリーディングでも使えます。このテクニックは。ぜひ意識して行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。オガチャンネルでした。失礼します。オガチャンネルでは英語の勉強法と旅の動画を配信しています。登録者数1000人を目指して頑張っています。 ぜひコメントとチャンネル登録をお願いします。